くぞ北モンスター。バレンタインであろう。分かっている、分かっている。今回のはすごいのだぞ。世の才能に驚き、存分に感動してほしい。ん？チョコより？世の服装が気になると？ふん、嬉しいことを言ってくれるではないか。せっかくの行事よな。サマードレス風に優雅、清楚、しかしてローマに決めてみた。たまには髪を下ろすのも新鮮であろう。バカンスだけの自然体というやつだ。しかし、うん、今日の本題は世ではなかったな。その賛美だけ心に留めておくわ。ではご本、いよいよ本年度のびっくりドッキリチョコ。この日のためにデザインを起こし、素材を集め、腕によりをかけた奇跡の一品。天井の芸術、コロッサス級のチョコレート、お披露目なーる。その通りだ。ヴィーナスといえば薄着、薄着といえばヴィーナスだからな。うむうむ、いつか真意を借りてまで挑むほどの敵が現れたときは、このような姿になりたいものだ。要は戦の神も全能の神も好かぬ。愛の女神、美の女神こそ世の守護神であってほしい。そんな願いを込めてデザインしたものだが、まあ貝殻のビキニはさすがに色もちょっと攻めすぎだと思うので自粛した。ともあれ、もったいないと思うのは当然だが、遠慮なく口にするがよい。色もちょっと恥ずかしいが、そこはそれ、バレンタインにはドキドキが必要なのだろう。何？そのチョコは表面だけのもの。何を隠そう、チョコの下は黄金の世の像である。味は極上、飾れば至高、思い出は虹のごとしとな。夏の催し、実に楽しかったぞモンスター。
ー